大々の枝葉、花、ジネロリは大々の花から水蒸気蒸留によって得られる精油のことである。大々の花 1kg から約 1g のネロリが得られる。ネロリは香水、特にオーデコロンに使用される。大部分はイタリア、モロッコ、エジプトで生産される。水蒸気蒸留の副産物としてオレンジフラワー水が得られる。稀にではあるが、 他の柑橘類の花の水蒸気上流で得られる精油も、ネロリと称することがあり、特に、ビターオーレンジから得られる精油であることを強調するため、ビターオーレンジを意味するフランス語ビガラデをつけて、ネロリビガラードと呼ぶ場合もある。ネロリの主成分はヒクリナロールで、約30から40%を占める。他にヒクリモネン、ベータオシメン、ネロリドール、ヒクサクサンリナリル、 アルファ・テルピネオールなどを含有する。同じく代々の花から、溶媒抽出法で抽出した香量もあり、オレンジフラワー・アブソリュートと呼ばれ、ネロリと区別される。ネロリの語源には、以下のような話が伝えられている。17世紀イタリアのブラッチャーの公爵夫人は、夫であるフラビオ・オルシーニと共にネイドラのオルシーニ、ジョーに住んでいたことからネイドラの公妃と呼ばれていた。当時、 ヨーロッパの貴族の間では革手袋の着用が流行していたが、革製品には悪臭があったため、これを精油などで香りをつけてマスキングしていた。マリーアンヌは手袋のマスキングに橙の花の精油を愛用していたと言われている。そのため、ネイロラのコーヒーにちなみ、橙の花の香りでマスキングした手袋は、ネロリの手袋と呼ばれ、 大々の花の精油はネロリと呼ばれるようになったとされる。革手袋産業が盛んだったフランスのグラースにおいてもネロリが香料として最初に生産が行われたとされている。これは後にグラースが香料産業の中心地となっていく端緒となった。ありがとうございます。